まるに、左三外松は、立川流の縄文である落語立川流は、東京における落語家の団体の一つである。七代目、立川男子と、その一門により創設された。落語協会分裂騒動は、落語立川流の誕生とは直接に関係しないが、間接的に大きな関わりのある重要なエピソードで、ある。1978年5月9日。 落語協会に分裂騒動が勃発した。前会長の六代目、三遊亭炎章の副産物ともいえる大量に存置、されていた二つ目の新内への昇進をめぐり、大量新内昇進で大会思想を図った協会会長五代目、柳谷子さんと安易な昇進に反対する炎章最高顧問が対立。炎章は落語協会からの離脱を決意し、 炎章の弟子である五代目、三遊亭窓から区に加え、三代目古今亭、新潮、立川男子ら一部の幹部が炎章に同調し、落語協会離脱の動きを見せた。5月24日に設立が公表された、新団体、落語三遊協会に、炎章一門と新潮のほか、七代目立花や円蔵、窓家造の弟子の五代目月の家縁鏡らが参加を表明した。 男子は、最も強力な賛同者と目されていたものの、公式発表直前に突如として、教会残留の意向を示し、この新団体に参加することはなかった。翌25日、上野鈴本演芸場、新宿末広邸、浅草演芸ホール、池袋演芸場の、各寄せの席定会議で、落語参遊協会に寄せへの出演を認めないことを決めた。当初、 落語協会所属の落語家の半数が三遊協会に移籍すると見られており、鈴本演芸城席帝は三遊協会に好意的な立場であったが、実際に移籍を決めた人数は予想されたものよりも少なく、これでは毎日の公演を回していけないとする末広帝席帝北村銀太郎の意見が決定だとなった。この決定により三遊協会からは脱退者が、 相次ぎ、5月31日に、北村の仲介で、炎蔵、窓か鏡、新長らは教会に復帰し、翌6月1日に正式に、落語教会を脱退して、落語三遊教会を結成したのは、炎章の一門のみであり、しかも、炎章の時期で死からも脱落者を出すありさまであった。1979年9月3日、炎章は急性。これにより、 落語三遊協会は自然消滅し、分裂騒動は炎症側の全面的敗北に終わった。三遊協会所属の落語家は、僧侶弟子の円学一門を除き、いずれも落語協会に復帰した。窓科学一門は新たに第二本落語すみれ会を結成。その後何度か解消の後、1990年に円学一門会に解消して、現在に至っている。 落語協会では、この騒動後、新内昇進に関して、首相推薦に代わり、新内昇進試験制度を導入することとなったが、口述するように合否の運用基準が不明瞭なこともあり、男子の批判、落語協会離脱につながることとなった。この騒動は、窓科学と男子が黒幕になって炎症を動かし仕掛けたという説も存在している。目的は彼らのライバルであり、 当時は将来の落語協会会長と目されていた新長の交番を落とすことであったとされている。しかし最終的に協会に戻った新長は表向きは会長賞賛の温情という形で交番が下がらなかった。1983年の落語協会新打ち、昇進試験では林家玄平、柳屋小里、林家種平、林家上蔵、 長家老花町、林家小若、古今亭八町、林家ラブ平、現、ラブ平、立川談四郎、立川小男子の10名が受験した。当時理事であった男子が、不在中、男子の弟子2人が不合格となる一方、林家三平の弟子で、力量が明らかに劣ると思われた玄平が合格した。男子は、この試験の結果と交差基準にことを唱え、 大半の弟子と共に脱会、立川流落語会を創設した。男子は家元制度を確立し、初代家元となる。演唱一門の落語協会離脱の際に、東京の寄席定は番組編成上、落語協会、落語芸術協会所属者以外の出演は困難で、あるとした。立川流に関しても同様のスタンスであり、 そのため立川流は一門として寄せに出演する医師は当初から持たず代わりにホールでの落語会を中心に活動している。日本隅々出前寄せという企画では99,800円で新内一人、二つ目二人、前座一人の計4人を全国各地に派遣した。2011年11月21日の男子の死去に伴い、 2012年1月に一門で話し合いが持たれ、その結果、家元制度を廃止した上で、総領弟子の土橋邸てりゆが新代表となり、再スタートした。前日の通り、落語立川流は、東京の寄せで常席工業を打つことができない。代わって、長谷商事が所有する、ホールなどでの活動が中心となる。また、 同じ経緯で都内の上席に出演できない五代目演楽一門会の両国予定の参助出演や2017年11月以降新宿末広邸を中心に盛んになっている落語芸術協会の上席工業への助演を含めたたるへの出演浅草東洋館で行われる東京演芸協会及びボーイズバラエティ協会の上席工業にも1から2名程度出演する一方 生前の男子をはじめ、しのすけ、段春、心ざしく、段章といった、いわゆる、売れっ子たちは、自分の独演会を積極的に開くことを主要な、活動としている。他の者が出演する場は、主に、立川流の一門会であり、いわば彼らの定席である。立川流、孫弟子、寄席子ら、心ざしらの以下の男子の孫弟子世代にあたる、 立川流の若手落語家により、原則毎月17日、お江戸上の広港辞典で開催される落語会。立川流落語会2008年から国立演芸場の特別企画公演として、毎年5月末に2から3日連続で行われている寄せ形式の落語会。色物を除いては、立川流の落語家のみが出演している。男子生前からの企画であるが、 男子本人の出演はなかった。男子祭り、男子の命日の11月21日に合わせて、毎年有楽町読売ホールで複数日開催される、追前のホール落語会。男子ゆかりのゲストを多数招き、トークなども入った賑やかな内容である。会の企画制作は、男子役場、公演主催は、落語立川流、夢空間。電子会、新之助。 マ春、生ンス水による、イいホールでの落語会。会において、立川竜と名乗ってはいないが、毎回この4人以外は登場しない。落語会の運営は、サンライズプロモーション東京。立川竜設立時、権威付けの意味合いで、男子と親しい、格上ないし惚れ込んだ著名人に名を貸してくれるよう、頼んだのが始まり。その名残から、名義だけのものもいれば、 昇進試験の際の審査も行うものまで多様であった。特に元顧問の吉川牛尾は男子が全面的に信頼を寄せていたため男子に対する発言力が大きく事実上の筆頭顧問として立川流の運営に関わっていたが多くの弟子たちからはうんじられていたようである。立川流は ABC の3コースがあったが現在は廃止。A コースは落語家、 B コースは B とたけしほかの芸能人を中心とする有名人。C コースは一般人で構成され、それぞれ昇進基準が異なっていた。A コースの職業落語家は、話のほか、舞踊などの習得が必修とされ、家元の面前での試験により昇進の可否が決定される。BC コースの基準はそれに比して緩やかである。B コース初の新打ちは、 1988年11月昇進の立川藤志郎こと高田文夫であった。A コースの弟子は、の習得が求められる。2012年6月の新体制発足以後は、前座修行が最低3年必要になった。家元である男子は昇進の条件として、持ちネタが2席でも、客を爆笑させることができれば良いともしていたが、 その基準をクリアできる弟子はいないのが現状である。2002年5月、二つ名の昇進意欲が感じられないとして、一門の前座6名が波紋を言い渡された。これにより、前座が1名になってしまったため、翌月に、立川段吉が立川団一の名で復帰。2003年5月、復帰試験が行われ、立川お治むのみが合格。 不合格となった、立川市川根と立川団号は2003年8月に、雷門幸福門下に移籍し、それぞれ雷門市下後、雷門幸福となった。2004年1月、立川9位と立川団体は、一門の新年、解析場で再度復帰試験を受ける。判断に急した男子は、立川流新うちたちに判断を一任。厳しい意見が相次いだが、 二つ目ではなくあくまでも、前座としての復帰という条件を男子が提示、男子の意を組んだ、男子郎、篠助らの温度によって、ようやく一門復帰を許された。また、2019年5月、立川志楽門下の二つ目七人について、全員を前座に降格とした。これは、心座志楽が主催する劇団の稽古に一門の弟子たちが一度も見学に来なかったことを理由に、弟子が、 師匠に対して興味がないのなら弟子である必要はありませんとしている。この中には、同年夏に新内昇進が決定していた立川市獅子丸や、3月に2つ目に昇進したばかりの立川氏ら鈴も含まれているが、いずれも期間を決めた上での前座再修行としている。その後、同年7月1日付で、志獅子丸は新内に昇進させ、志より、 楽兵、楽人が、ジラの4名が兄爪へ復帰した。男子の死去後、家元は廃止された。交番順新内目前座死去波紋、廃業、除名、大会等遺跡は、新内昇進しているもの。死去除名 B コースメンバー整理の際に除名された、主な人物。かつて入門者は、家元への上納金の納付が義務付けられていた。 家元がなくなり理事会制度となったため、現在は廃止されている。2001年6月より2000年8月、滞納者が多数いることが発覚した。男子は滞納者に破門を申し付けたが、滞納分の同額から3倍の支払いを条件に、復帰を承認する。支払い不能であった立川団、国士官、志、平、商談銀は、そのまま破門。国士官は、 円楽門下に移り三遊亭安楽、後に全楽を名乗る。志差し、平和十代目、桂文治門下に遺跡島まえすけ、文治没後、柳屋福丸門下となって二つ目に昇進、柳屋古福となった。商談林は色物に転向、後に落語芸術協会にバイオリン漫談、マグナム小林として加入している。ありがとうございます。